UCI トラックサイクリングワールドカップとは自転車競技のトラックレースにおけるシリーズ戦。1993年より実施されている。通常はトラックワールドカップと略して言われる。タイトルスポンサーはオフィシャルタイムキーパーのティソ。ロードレースにおいて当時行われていた UCI ロードワールドカップに倣ってトラックレースにおいても同様のシリーズ戦の実施が検討され。 ちょうど、プロアマオープン化元年となった1993年5月、デンマークのコペンハーゲンで初開催され、以後2003年から2004年シーズンまではおおむね、春夏の期間にかけて年間4から6000行われたが、アテネオリンピック終了後の2004年から2005年シーズンより、国際自転車競技連合のトラックレース振興策に基づき、開催時期をロードレースが ちょうどオフシーズンとなる秋初春に移行。おおむね当たり年11月翌年2月まで4戦のシリーズ戦となった。また当シリーズ戦終了後、2005年よりおおむね3月下旬に世界自転車選手権のトラックレースが開催されるようになった。日本では1995年7月に東京ドームで開催が行われたことがあるが、その後は一度も行われていない。 また、概ね当期に開催が移行されてからはすべて室内での開催となった。それ以前は屋外での開催も行われていた。このシリーズ戦の各種目において総合優勝を果たした選手には白色のジャージが授与され、世界選手権においてはそのジャージを着用して競技を行うことが認められている。また、当シリーズ戦は世界選手権の予選も兼ねており、 総合上位に入れば優先的に世界選手権の出場権が得られる。なお、2008年開催の北京オリンピックで行われる種目の総合優勝者については同大会の出場権が与えられた。また、2007年から2008年シーズンからは UCI の登録を受けたトレードチームの参加も認められるようになった。日本からは 当シリーズ選手初年度よりおおむね競輪選手が参加しているが、最近ではロードレース選手もしばし長距離種目に参加している。かつて2004年から2005年シーズンから日本自転車振興会が賞金を拠出して行われる公開種目であるジャカ競輪も各シーズン1回だけ行われていた。2021年より開催時期と大会名を変更し、 UCI ネーションズカップが新設され、第一戦は香港で開催された。名前の横に印のある選手は女子選手。 1993年、1995年、1997年、1998年、1999年、2001年、2002年、2003年、2004年、2004年から2005年、2005年から2006年、2008年から2009年、2 0 1 0年から2 0 1 1年、2012年から2013年、2016年から2017年、2017年から2018年、2018年から ら2019年、ありがとうございます。